ジアカップに挑む日本代表に関してはいろんな意見があるな。そうね、鎌田選手や田中選手に関してはなぜ招集しなかったのか、そして森保監督がそのことに関して発言をしていなかったことも気になるわね。移籍の可能性もあると言われているが、実際のところは分かっていないな。そうね、そして私が気になっているのは所属チームの反応よ。最近は遠藤選手は絶好調だし、久保選手に関しては一時期招集を拒否するのではないかってことも言われていたわ。そうだな、今回は久保選手、三笘選手が所属しているチームの反応を見ていきたいと思うぜ。まずは久保選手が所属するレアルソシエダの反応が見てみたいわ。久保選手はレアルソシエダで公式戦24試合6ゴール4アシストをしている。チャンピオンズリーグでも無敗の状態で決勝トーナメント進出という状況でチームの中心になっているぜ。そうよね、今のプレーを見ていたら点を取ることができていなくても久保選手がいるだけで相手チームからしたら怖いはずよね。現在はビッグクラブから移籍のオファーが来ていると言われているぜ。今年どうなるか楽しみだ。そういった中でスペインメディアが久保選手の招集に関して紹介をしていたぜ。レアルソシエダにとって大打撃だ。日本代表は正式にアジアカップに出場するメンバーを発表し、久保もそのリストに入った。彼は今のるアルグアシル監督にとって絶対的な選手であり、ラ・リーガに加えコパデルレイも戦わなければならない1ヶ月にとって深刻な打撃となるだろう。久保選手の抜けた穴を埋めるのは無理よね。久保選手が出場することでレアルソシエダの攻撃もより強固になっているわ。そうだな、そしてアジアカップで日本が勝ち続けた場合のことについても話をしていたぜ。仮に日本が決勝まで進んだ場合、久保はリーグ戦6試合とカップ戦準決勝まで出場できない可能性がある。そうなればパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグラウンド16のファーストレグ直前に戻ってくる予定だと久保選手欠場について話をしていた。アジアカップは1月中旬から2月まで行われるから、その間長期離脱が必須になる。そういった状態ですぐにパリ・サンジェルマンとの試合があるってことだけど、コンディションも完璧に戻らずに出場する可能性が出てきそうね。パリ・サンジェルマンは正直久保選手がいないと勝つことが難しいチームだと思う。そしてパリ・サンジェルマンにはイガン・イン選手もいる。ミニ日韓戦と言われているわね。それ以外にもリーグ戦を欠場することも大きな問題ね。ここでもしレアルソシエダが負けるようなことが続いたら久保選手に対しての批判もある気がするぜ。そうね、欧州で中心の存在になることはすごいことだけど、チームを優先するか代表戦を優先するかは今後も問題になっていきそうね。そうだな、そしてレアルソシエダの今のルアルグアシル監督も思わず本音をこぼしてしまったらしいぜ。彼らの幸運を祈る。彼らは決勝に進出したいと思っているだろう。彼らができるだけ早く我々と一緒にプレーできるよう、最初の機会で敗退するのを願っている。しかしシーズン初めからそれは分かっていたし、言い訳はしない。我々はこれからも彼らと協力していくつもりだ。あら、ちょっと日本の負けを願っているような形なのね。まあチームからしたらそう思う気持ちもわかるわ。早く戻ってきてくれないと負けてしまう可能性があるからね。これに対して皆の反応を見ていきたいと思うぜ。ファンとしてはやはり世界に向けてアピールするためにソシエダの選手とし頑張ってほしい。アジアカップはもう次世代組で良いのでは。もっと大きな目標のために海外で主力でやってる選手たちはクラブで頑張ってもらった方が良い。そりゃチームを預かる監督としたら主軸が一人でも多く残ってくれた方がいいと思うのは当たり前。久保選手出れない、勝ち点詰めない、来季イエルすら出れない、久保選手かつ主要選手流出という負けのスパイラルに陥る可能性大。なんとかレアルソシエダは久保選手がいない間も勝ち続けてほしいわね。そうだな、そしたら次は三笘選手が所属するブライトンの反応を見ていきたいと思うぜ。みんなも思ったと思うけど、まさか招集されるとは思わなかったわ。怪我をしているから今回は見送ると考えていたわ。そしてこのことに対して少し食い違った発言があるんだ。森保監督とブライトンのデゼルビ監督の発言を見ていきたいと思うぜ。森保監督は確かアジアカップは出場できると言っていたわよね。そうだ、会見の中でも。初戦に間に合うかわからないが、回復は順調で大会期間中の早い段階で起用できる見通しで招集した。と言っていたぜ。ブライトンのメディカルトレーナーからアジアカップに間に合うと言われ招集したと発言していたぜ。対してデゼルビ監督はなんて言っているの？デゼルビ監督は本当に驚いた。4
6週間かかるとメディカルスタッフから報告を受けている。私としては彼がアジアカップでプレーできるとは考えにくい。少しイライラしているような風に思えるわ。確かに今怪我をしている状態ってわかっているから、そのタイミングで呼んでほしくないわよね。今やもろ刃の剣って感じだな。デゼルビ監督は三笘選手を重宝している。調子が悪い中でも試合に出場させている。しかしこれ以外にもデゼルビ監督は発言をしていたんだ。私は三笘、そして全ての私の選手たちのファンなので、もし彼らが代表チームでプレーできればとても嬉しいし誇りに思う。デゼルビ監督は本当に選手一人一人に真剣に向き合っているイメージだわ。ただ怪我が治る前にまた試合に出させて悪化させることがあるイメージもあるわ。しかもブライトンは最近怪我人が続出している。その中でまたも長期離脱の可能性があることを無理にはさせたくないはずだ。そうね、もしアジアカップに出場して怪我が悪化するようなことがあれば、日本サッカーとの関係性は最悪になりそうね。森保監督も出場させるか慎重に考えてほしいな。このことに関してみんなの反応を見ていきたいと思うぜ。これは日本に限らずヨーロッパに選手いる場合どこの国でもあり得る話。三笘を連れてきた以上はブライトンに納得してもらうしかない。仮に出場できなくてもベンチに三笘がいるってだけで相手にとってはプレッシャーだし、さんを選出することは間違ってない。ブライトンのメディカルにも疑問が少しあるし、あえて代表に呼んで休養してもらう方が三笘の今後を考えれば良いかもしれない。ブライトンの台所事情もかなり厳しいから仕方ない部分があるとはいえ、酷使している状態だったからね。アジアカップに呼んでコンディションを見つつ使えるなら使うでいいのかな。今回の三笘選手招集は正解という声が多いわね。ブライトンにいた方がより怪我する可能性があるのも確かにうなずけるわ。結果がどうなるかはアジアカップでわかることではあるな。霊夢は今回の招集はどう思っているんだ？特に大きなサプライズといった選手はいなくて、常連メンバーが選ばれているから、特に不安はそこまでない感じだわ。田中選手のポジションでもあるボランチは遠藤選手や森田選手がいるから特に問題はないと思うが、怪我をした場合は怖いところはあるぜ。代わりの選手があまりいないぜ。そこは思うわね。そして三笘選手が出場しない場合はおそらく中村選手が出ることになると思うわ。中村選手はタイの試合でもゴールを決めている。中村選手が入ってからは左サイドからの攻撃も増えてきた印象もあったから、その強みを存分に活かしてほしいぜ。そうね、前線のメンバーも上田選手や浅野選手がいるわ。上田選手は日本代表で最近得点を量産しているから大丈夫だと思うし、浅野選手のスピードは日本にとって大きな武器よ。今回のアジアカップは本当に歴代最強と言っても過言ではないはずだ。それをしっかりと優勝という結果で示してほしいぜ。そうね、早くアジアカップが始まるのが楽しみだわ。また新しい情報が入ったらぜひ紹介をしていくので楽しみに待っててね。最後まで見てくれてありがとな。チャンネル登録高評価してくれたらいいことあるかもよ。そんなこと言ってあるわけないだろ。うるさいわねー。私が全力で応援してあげるわ。まんじゅうに応援されてもな。誰がまんじゅう人間よ。絶対に食べさせてあげないんだから。最後の最後に怖いこと言って終わらすな。あら、ほんと、また次回の動画もお楽しみに。